皆さんこんにちは。町のレッスンスタジオ川船の代表川船と申します。今日はですね、吃音について少しお話しさせていただこうかなと思っております。今日はですね、吃音の人っていうのはいろいろと、僕も吃音症なんですけども、吃音の方っていうのは、吃音に対する原因っていうのが本当に多岐にわたっているので、一概にこれが効くかどうかっていうのはわからないので、一度試していただきたいというような、形のものになります。でですね、今日、ちょっと試してみてっていうのは、家の中だとちょっと難しいかもしれないんですけど、実は効果が期待できるものなんですけど、もう率直に言います。大きな声を出してみてください。はてな。っていう感じかと思うんですけど、本当にね、何でもいいんですよ。吃音の方って、僕の経験上ではあるんですけど、すごく、声が大きいっていう人ってあんまり出会ったことないんですよね。普通のトーンで喋る人がね、いるかとは思うんですけど、いきなり大声を出したりするっていう人ってあんまり実はいないような気がするんですよ。もちろんその、若い人かな？今のお話は無形のことになるんですけど、一回ね、河原とかでもいいです。体育館でもいいし、人のいないとこでもいいですけど、もしそういう場があったらですね、ぜひもう、わーとか、なんでもいいんですよ。とにかく大きい声をわーって出してみてください。これによって、その瞬間にはなるかもしれないけど、吃音が和らぐ可能性があります。で、それに関して言うのであれば、カラオケですね。カラオケで思いっきり歌を、一人でいいと思います。一人で行って、思いっきり歌ってみてください。そしたら、その後って意外に、心和らいでいて、吃音が出にくくなるんですよ。これ不思議だなぁと思うんですけど、やっぱりそういう場合っていうのは、いろんな可能性があるとは思うんですけど、その内面の、メンタルの面がすごく和らいで、普通に喋りやすくなったというパターンと、あとは単純に声帯ですね。声帯とか体の作り等などが、ストレッチだったりとか、筋肉の硬直が緩和して、声が出やすくなったっていうのもあります。なので、ぜひとも一回でもカラオケもどこでもいい、とにかくうわーっていう風に大きい声を一回出してみると、またはカラオケで思いっきり歌ってみると、音程とか関係ないです。もう歌ってみる。そして、その後に自分の体がどんなような変化をしたのかっていうのを見ていただくといいかもしれないです。で、先ほどお話しましたけど、もしかしたらその瞬間だけかもしれない。その瞬間だけに効果があるかもしれないけど、それを積み重ねていくことによって、自分の内面であったり筋肉のものであったり、そこはどんどん変わってくる可能性がありますので、もしよかったらね、一回試してみて、皆さんあなたに合うかどうかをぜひともご検討いただければと思いますので、ぜひやってみてください。では、よろしくね。